Good morning, everyone. My friends are thank you, and you. 皆さん、ごきげんよう、おひでございます。ね、今回ね、カフェの美味しい簡単な入れ方ということで、皆さんにね、ご教授させていただきたいと思っております。私、フレデリック・エスフォワールと申します。皆さんね、私のことをマスターとね、これから呼んでいただけたらなと思うんですけれども、まあ、早速ね、カフェの方入れていこうと思うんですけれども、まずこちら、カフェ、するやつね、カフェするやつとあとこのカフェカップ、必要です。ちょっと片手で持ちながらね、撮影してるんで、非常にね、ちょっと撮影係の方がね、いらっしゃったら、本当に僕もね、万全の状態でね、できたんですけれども、で、ちょっと待ってな、あとこれを、わかります?この、なんていうの、立てるやつ、ろ過するやつな、これをここに入れます。そうすることによって、今度は、次に登場するのが、この豆を吸ったやつね。これをまあ、カップ、1回とまあ2回の、2回半ぐらい。今回はあくまでも1人分の壁を立てますんで、これ2回分で OK ですね。これをこうさーってさっさらすでしょ。で、こんな感じになりますと。そしたら次に出てくるのがこの、はい、もうあらかじめね、沸かしてあるこのお湯をね。まずいきますよ。ここはプロの腕の見せ所やで。いくで。はいはいはい。まず一回こう、ぐわーって一緒にこう、全体に馴染むように。全体に馴染むようにして、こうやってザーってちょっとその軽く流した後に、ちょっともう時間経ってるから遅いけど、砂時計で、30秒。約30秒。つまりこの3分砂時計の、10分の1。落ちる頃ぐらいに、なんやこの、この全体にお湯を染み込ませる作業は終わり。もういいかな。まあ、こんな感じになってきたんで、もういいですね。もう10分の30秒経ってるな。30秒経ったから、その30秒経ったらすかさずこの、まず1回目の、わかります？これ、わかります？これ。1回目のまずこう、こうやって。1回目のこう立てる。あちょっと。ちょっとカメラ持ちながらやってるんでね、今ね。ちょっとこんなになってもうたけど。まず1回目こうやってガーッとやるやん。そしたら、わかります？こういう風に、ポタポタと押さえていくの。これをまず、1回、3回やるんですけど、1回目まあ終わって、まあ、次自分のタイミングで、これね、本当はね、この500、あのね、10円玉ぐらいの円を描くようにして、やるのが一番いいの、こうやって。だから、あるやん、この、夜間から出てくる、まあ、線の細さ、水の太さはもう一定、こんな感じ、一定保って、極力震えないようにして、こうやって、10円玉のように、こう描いていくと。それによって、コクのあるね、旨味のある絶妙のコーヒーが食べれるというわけなんですよ。で、いきますよ。最後、3回目いくで。で、3回目で、3回はもう自分のも持ってる気の魂込めて、もう今日も頑張るぞって、もう今日朝からコーヒー飲んでな。朝からコーヒー飲んで目覚まして頑張るぞっていう気持ちを込めて、3回目。ザーっていきます。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。これが、プロによる、プロのマスターによる美味しいコーヒーの立て方コーナーでした。まあ今回ね、非常に、なんていうんですかね、ちょっと、香りがすごい際立っておりますんでね。こんな感じで一人分、超いい感じ、ほら。ね。超いい感じのところ置いて、はい、コーヒーの完成でございます。素晴らしい。で、これちょっと飲んでみましょうかね、こちらね。いただきのコーヒーですからね、これね。あー、うまい。もうなんか体全体にもう一口飲んだだけで体全体にもう染み渡るようなこのコクと深みと香りの深さ、すごい。あとこの世界観がね、もうなんかザーッと広がる感じ、も自分の入れたコーヒーの世界がもうここにやるだけで、ここにこう俺にしか分からない、もう入れた人にしか分からない世界がグワーッと広がる感じですわ。ああすごい。というわけで今回ね、コーヒー講座としてね、皆さんにご協力していきましたが、いかがでしたでしょうか。ね、またね、時間があったらね、もっとね、コーヒーの入れ方、皆さんにね、教えて差し上げますね。今回はね、この簡単なやり方に皆さんね、まずね、挑戦してみて、まずコーヒーも心から愛する気持ちを、皆さん培っていってもらいたいと思っています。はい、では、ありがとうございました。
週明けですね。